琵琶湖放送株式会社は、滋賀県を放送対象地域として、テレビジョン放送事業を行う、特定地上機関放送事業者である。滋賀県が、筆頭株主の第三セクターで、現社長の東清信の前職は、滋賀県知事公室長。略称は BBC。どの系列にも属さない独立放送局で、全国独立放送協議会に加盟している。 近畿広域県では、テレビ、東京系列局のテレビ大阪の放送対象地域が大阪府のみで、滋賀県内では大半の地域で同局を受信できないことから、それを補完するように、テレビ、東京系列の番組を大量に購入して放送している。ただし、ワールドビジネスサテライトを除いて、同時ネットであっても CM は差し替えている。番組編成の特徴として、 自社制作番組の優先度が高いことが挙げられる。各番組の放送時間は原則として固定されているため、テレビ東京からのネット受け番組が特別番組として放送時間を拡大する場合であっても、特別番組を休止して自社制作番組を優先する。前日の通り、略称には、ビワコブロードキャスティング仕様、リミテッド、より取った BBC を使用している。 この略称は、イギリスの英国放送協会と同じもので、滋賀県民を中心に両者を混同したりそのことをギャグのネタにしたりすることがあり、日本の BBC と称されることもある。美和子放送自身も自社制作番組、富士組 TV でネタにするほどである。2009年10月1日には、アミンチュテレビ BBC というステーションコピーを制定した。アミンチュとは、大みじん。 つまり、滋賀県民を指す造語である。企業、団体は、当時の名称。出展、放送局は、新聞社と関係が深いことが多いが、琵和湖放送の場合は、県内で、唯一の地元紙を発刊していた滋賀日日新聞社を、京都新聞社が1979年4月に、九州合併して、以降、県内に本社を置く、地方新聞社が、 日本で唯一存在しない。この事情から地元を代表するマスメディアとして報道に積極的に取り組んでいる。なお、琵琶湖放送の株主には東隣の岐阜県を地盤とする中日新聞社がなお連ねている。 1978年3月31日戦。992年3月31日から2003年3月31日2011年3月31日から2015年3月31日戦。980年代初めまでは、主に夕方から夜間にかけてしか放送を行わなかったが、1982年4月から、早朝の情報ワイド番組、 おはようびわ湖の開始を皮切りに7時8時30分の朝の部の放送を開始し、集団を挟んで17時頃から夜の部を再開するという形態で放送していた時期があった。開局当時に記念で行った生放送番組には当時若手のアカシアさが出演した。三んが独立局の番組に出演したのはこの生放送以降2015年3月の白黒 アンジャッシュ2019年11月のユードキに出演したのみである。1990年代までは小学校3年生を対象とする学校向けの教育番組が放送されていた。毎年7月から翌年3月にかけて放送され、何度も再放送が行われていた。また、学校では事前に小学3年生に この番組についてのテキストが配布されていた。1980年1月1日の未明には、ゆく年来る年に続く、新春特番、80年未来をこの手に、をネットしていたが、本局では担当の広告代理店である電通から、話があった時に、一旦ネットを了承したものの、後になってネット受けを拒否した。これは当時、琵琶湖の環境問題でリンを含んだ。 合成洗剤が問題になっており、洗剤メーカーがスポンサーの番組を放送することに大株主である滋賀県が難色を示したためとされている。当時の民放会ではたった一曲の反乱と呼ばれた。詳細は公式サイトの番組紹介並びに週刊番組表を参照。太字は字幕放送。制作局も合わせて表記。土偶した番組は テレビ大阪では放送されていない番組、また制作局も合わせて表記した。同時ネットテレビ東京で字幕放送を行っている番組では当局でも実施している。先日のようにワールドビジネスサテライト以外は同時ネットであってもローカルセールス扱いとなり CM は差し替えられている。提供クレジットもテレビ東京においてスポンサー付きの同時ネット番組では ブルーバックや番組ロゴ等を表示して差し替えられ、テレビ東京、当局ともにノンスポンサーの番組では、提供ベースを流さずに、スポット CM に差し替える。休止された番組の多くは返上となり、振り替え放送は行われないが、もやもや様あずににおいて、通常の時間枠及び、週末、祝日などの昼に、過去に未放送だった回を遅れて放送するなどの、例外はある。 時差ネット遅れネットの番組では、字幕放送は行わないが、年末年始の番組では、テレビ東京から数日以内に遅れて、放送の場合に限り行われる。日本テレビ系列テレビ朝日系列テレビ、東京系列同時ネット報道、スポーツワイドショーバラエティ音楽、ドキュメンタリードラマ、コメディアニメ機構遅れネットバラエティ音楽、ドキュメンタリードラマコメディアニメ機構。 旅その他富士テレビ系列その旅は個放送はテレビ東京から番組販売を通じて購入した全日体の番組を夕方を中心にしばしば遅れネットで放送している。中には家庭教師ヒットマンリボーンのようにテレビ東京系列外では唯一ネットした作品も参見される。2000年代後半にはテレビ 東京系列の深夜アニメの一部を平日夕方の全国ニュースとローカルニュースの間に挟まれる形で複数遅れネットした。2010年代は深夜アニメのネットは減少に転じ、2021年10月31日22時16分に48秒現在は、いわゆる UHF アニメを含め散発的な放送に止まっている。その代わりに2010年代後半以降は、 ボルトボルト、ナルトネクストジェネレーションズマイナスのように、テレビ、東京系列で、全日帯に放送される作品を深夜帯に編成する事例も見られるようになった。2014年秋には、滋賀県をつしが舞台で、原作者が県内に在住しているという縁で、日本テレビ制作の、ドンテに笑うをネット受けした。2018年1月から3月にネットした。 ダーリン・イン・ザ・フランキスは朝日放送テレビでも同じ時期に放送されたため、滋賀県内では同じ番組を地上波で週に2度視聴できる珍しい事例が生じた。2011年7月24日終了時点。当社には長年専門職としてのアナウンサーは存在せず、会社として正式に認知するアナウンサーは在籍していなかった。社員は 基本的に総合職として採用されており、その中からアナウンス適性があると判断された人物がアナウンス業務を行う形式をとる。また、学生時代に課外活動で記者やアナウンスを経験したり、アナウンススクールで訓練していた者も,もいる。小規模な会社であることから入社した者は何でもやらなければならない。アナウンサーとして広く認知されていたと思われる。 マキタマモルカツも記者やディレクターとしての仕事も日常的に行っていたほか入社時にディレクターとして採用された小西亜優子が後にアナウンサーとしての活動も手掛けるようになり退職したマキタマモルカツの穴を埋める形で地上デジタル放送推進大使チーム2011のメンバーにもなった2021年4月にアナウンスルームとアナウンス部公式ツイッター アカウントが開設された。この他番組出演契約という形で外部プロダクション所属のフリーアナウンサーを起用している。過去の社員、アナウンサー、ありがとうございます。